皆さんどうも、というわけで今回はね、新降臨ダンジョン、名前忘れました、なんだっけ、レガロバン降臨の、まあ、絶壊滅級にね、行ってみたいと思います。まあ、今回ね、なんだろう、多色系のキャラだけどね、どうなんだろう、なんか多色系のキャラが出るダンジョンって大体属性吸収来そうな、なんか俺の偏見があるんだけど、どうなんでしょうかね。まあとりあえずね、ちょっと実際に、やってみたいと思います。で、今回はノーチラスでいきます。もうやっぱね、最近、まあ、ノーチラスにハマりすぎてさ、やっぱどうしても使いたいんだよね、本当に。というわけで、まあ、ちょっと今回使っていくんですけど、そもそもさ、やっぱ降臨ダンジョンってさ、やっぱ階層短いからさ、あんまこういう、ね、2段階の変身キャラって向いてないと思うんだよね、やっぱり。そう、修羅の限界とかと違ってさ、やっぱそういうダンジョンって結構最初の方からさ、ね、なんかいろんなギミック飛んできそうだからちょっと怖いんだけど、まあそこはね、まあ、正直まあ運で乗り切っていけばいいと思うんで、まあまあ言ってもね、降臨ダンジョンだし、まあそんなに気負う必要はないかなっていう感じで。で、今回はですね、まず、リーダーとフレンドを両方、ゼラ武器でいきます。で、バレリアに、8、9時までですね。まあ、これは、多分ね、やっぱ最近ルーレット流行ってるから、まあ、一応、これね、アシストしてます。で、ジロンドにバステと武器です。まあね、このね、バステッド武器はもう完全に、覚醒スキル目当てです。ちょっとね、十字消し、暗い目覚めもね、やっぱ最近結構飛んでくるから、まあ、あとは雲ですね。で、ティオレに、チャコルですね。まあちょっとこれは、あれだね、最初ら辺でちょっと威嚇させて、ノーチラスのね、スキルダメを、まあできる限りやっていこうかなっていう感じです。で、パールバティにイノスケです。まあこれは吸収無効要因で、まあ吸収無効をね使った後もロック解除とかね、操作延長として使えるんで、まあ今回はねパールバティ採用しました。じゃあまあとりあえず、まあ降臨来るまでちょっと待っておきましょう。まあちょっとね、一応今回まず初見はノーチラスで行くんですけど、もしね、厳しいようであれば、一応ね、まあ、ロザリンとか、ちょっと他のパーティーも、若干ね、考えてはいるんで、うん。まあ、とりあえず初見はまず、ノーチラスいきます。はい、じゃあ、来たんでいきましょう。デスカイ見つけやります。ちょっとね、まずやっぱ序盤ね、序盤で、いかにスキルを貯めていけるか。ちょっと待って、おい、早速フリーズしたんだけど、ちょっと待って、やめてくれ。ちょ、わからんわからんわからん。おい、なんだ、右のやつ。え？いや、それはまずいんですけど。え？最悪のことされた。ちょっとす。うわ、何そういう嫌がらせ、マジか。新しいね。どうしよう、ティオレ使っとくか、一応。やべえ、何この変身パツブシ、わけわかんねえんだけど。これ今何ターン溜まった？フレンド溜まってなかったよね。ランダムかこれ。いや、ルーレットしっかり飛んできたね。いや、ちょっといきなり面食らってんだけど、どうするこれ。ちょっと待ってよ。ちょっともう早速パーティー変えざるを得ないんじゃねえかって思い始めたんだけど、大丈夫っすかこれ。うわ、強っ。
はい、もうパーティー変えました。ちょっと、怖いな。裏のスキル、たまらないでほしいな。ちょっとこれ恐ろしいわ。やっぱ裏のスキル溜まっちゃうわ。マジか。これ何ターン溜めてんの。いや、これまたパーティー変えます。おい、これでどうだよ。これパーティーのねスキルをちょっとなるべく減らしたパーティーでやってみてんだけど、どう？これなんかいけそうじゃない？ダメだ。これか。なるほどね。いや、僕ここのね対処法僕分かりましたわ。これ溜まっちゃうじゃないですか。これね、まず、そうだ、スキル確認 オンにしとこうか。これあれだね、スキル減少だね。これ今回ね、ちょっとソフィーにドーナをねちょっとつけてみました。ドーナの武器、これがね味方スキル一旦減少あるから、多分これで大丈夫でしょう。いや、そういうことか。マジか。もうパズドラなんかどんどん難しいゲームになっとるね、本当に。これで変身できますよと。そういうことか。でちなみにこれポロに変身させて、でさらにどっちか使おうかな。まあサリから使うか。これそうだ、パーティー紹介するか。まず大きい武器、左かね、左が大きい武器、パネラ、リナインバース、ドーナ、ドクターストレンジ、これフィリスかなの武器です。でこれヘイストさせれば OK。 まあこれでやっと戦えるね。ちょっとは戦える。いや、そういうことか。なんかまた新しい環境というか、新しい戦略がなんか必要になったね、これ。いや、これめんどくさいな。とりあえず死なないでほしいんだけど。さて、どうしよう。これソフィー使っちゃおうか。まあもうここは一旦突破しに行ってもいいんじゃないかな。いや、マジか。まさかスキル、やばい、テンパってる。いや、スキル減少か。そういう方向性に行っちゃったんだね。早く変身させたいね。 OK。 いや、もうここの最初の関門やばすぎ。これ超こ、うわ、やばすぎ。何それ。いや、意味がわからないんだけど。なんかめんどくさいことされた。いや、なんか今回難しそうだな、これ。勝てるのか、これは。何？は？わけが分かんない。いや、わけが分かんないんだけど。コンボしろってこと、これ。ちょっと全く意味が分かんないんだけど。今消せるの何？回復と光と闇だけか。いや、ちょっと待って。
ちょっと意味の分かんない、意味が分からん。いや2コンボしか組めなかった。何何何、まあいいや、まあ、まあ知らなかっただけいいや。もうちょっと待って、ちょっとなんかわけわかんねえこのダンジョン。は？おい、これ殺してくんじゃねえのこれ。嘘。やめて。やべえ、ちょっと待って。このダンジョンの攻略法がわかんない。え、これ倒さなかったら殺されんのこれ。本気を出せ。あ、なるほど、4体以内倒せってことか。 OKOKOK。 いや、なんか最近のダンジョンにしてはなんか結構あれだな、癖が強いというか。いや、ちょっと待って、なんか謎が多いなこのダンジョン。気を出せ、座れても。まあいいや、とりあえず復活したから OK だね。これもうルーレットいらないな。ちょっと待ってよ、ニート使っちゃおうか。これ邪魔だよねこれ。それともこのルーレットを残さないとなんか後半きついみたいなのあんのかな。いや、ちょっとなるべくね、できる限りのことはするけども。かっ、なんでお前、お前属性変えろよ、お前なんだそれ。ちょっと、お前つまらんとか言ってきたぞこいつ。いや、これ倒せねえだろ。おい、やばいな、状況は相変わらず悪いままだなこれ。いや、こいつちょっとこのダンジョン普通に難しいな、マジで。いや、どう戦略立ったらいいのか分かんないわ。いや、水になったか。そう、次木になってくれない？お願いだからさ。あ、ちょっと待ってよ。あ、もうやばい、もうなんかパズルおかしい、なんで。ちょ、落ち着け落ち着け落ち着け。ちょっとギルガメッシュにね、変なスキル溜まっちゃってるから。だって一旦ソフィー打って、ちょ、これ使っちゃおうか。ちょっとね、こいつを速やかに排除しないとめんどくせえわ。これ無効貫通組んだ方がいいのかなこれ。ただそんなこと組んでる余裕がないんだけど。やーべえ、ニート使えばよかった。何やってんだ俺。あー、ダメだ、俺のパズル力じゃどう分割していいか分かんない。まあありがたいことに今回水じゃないから多分倒せるなこれは。うん、なんとかここは突破できそう。ちょっとダメだ、ルーレット消そう。これ邪魔すぎる。
かすごいダンジョンだなこれ。どうなってんだ。まあ いやこれでやっと、次の階層が見れますね。ただね6階層だからねそんな長くはないんだよね。うわ出た。まあ急所はね絶対来ると思ってたけどね。ちょっとねギルガメッシュやばいな。たまらんかもしれん。この急所終わるまでに。うわちょうど10ターンじゃん。これさどうする。やばいな。何やってんのお前。なんだ攻撃してこない。ちょっと待ってよ。サリーの裏のスキルがまあ一応ヘイストがあるからそれであれやってきゃいいのかな。いやもうわかんねえこのダンジョンマジで。どういうパーティーで飲んでどういう立ち回りをするのが正解なのかわかんないんだけど。ただお前はずっとそれしかしてこない。これは多分10ターン後に絶対発狂してくるな。あれだね1回でさ火の目覚め99ターンもらったけどこれ結構ありがたいな。お前はもうずっとそれしかしてこない。いやーちょっとね序盤がなかなかぶっ飛んでるしあれだけどまあ今のこの状態ならねよっぽどのことがない限り負けることはないと思うんだけど。さあサリーが次溜まるからまあそれまでもうとにかく殴り合いだねこれは。さあ溜まったんでいきましょうか。まあここは普通だったな。オッケーオッケー。ちょっとねやっぱ変身パの難しいところでもあるんだけどねやっぱ序盤って。ただここまで来たらねこのパーティーやっぱりそうそう負けないよ本当に。さあ倒していく。さあもうそろそろボスじゃないもう来た。超根性 1% か。えなんで吸収してくんの。いやまあさすがに2ターン以内倒さなかったらじゃあ発狂しますみたいなそんなないよな。さすがにまあいいやちょっとねこのダンジョン多分普通に難しいから勝てなくてもいいからとにかくね先を知るっていうのは大事かもしれない。はっこれ絶対殺してくるじゃんこれ。何それ。えあれこれ終わりっすかこれひょっとして。いやもう火ドロップしか分かんないんだけど。あれ経験晴れ、あ、休校もしてなかった。さあ、割といい感じの状況に戻ってきたよ。あ、なんかね、2階のあいつ、なんか4コンボだったかな？組んだらね、操作負荷やってこずに、なんか、5ターンスキル貯めてきたんだよね、なんか。うん。
でちょっとここがね相変わらずよくわからないんだよね。どうしたらいいんだろうこれ。ちょっとさっきね軽減腫れてなかったから、ちょっとそこ気をつけないとね。別に2体内倒せって言ってるわけじゃないよな多分。そんなひどいことはしてこないでしょ多分。うん、シンプルに俺が軽減腫れてなかっただけだと思います。はい。でなんか覚醒無効やってきて、で暗闇やってくるんですよ。いやちょっとここしっかりコンボ組まないといけない。この3つが火ね。 OKOK。 多分軽減さえ晴れてれば多分大丈夫だと思うんだけど、オッケーオッケーオッケー。とりあえずこれで大丈夫じゃない次は。オッケー。ああやっと先に進める。まあつってもまだあれだけど。いや 99% 張ってるよ。やばいなこいつ。まあまあいいや、どんどん攻めてこうや。うん、まあ硬いけど別にそんなに大したことない。ただ1%の超根性発動したらどうなるのか、そこが怖い。いやこれさ固定何百万ダメージのやつがいいよね。本当だったらノーチラスとかでやってみたいんだけどね。ちょっと56だと難しそうなんだよな。いや降臨ダンジョンでこんな苦戦したの久しぶりだな。いつ以来だ。まあ木になった 1.5 倍、 1.5 倍よりお前が一発来たら何してくんだよお前。だってこれまだあれだよね、ボスじゃないもんね。まだ第二形態的なやつがあるはずなんだけど。いやー痺れるなー、痺れる戦いを繰り広げてる。さあこれでいくかな。さあ行きました。何する。まあ殺してくんなよ。あーなるほど。は、あーびっくりした。なるほど、そういうことしてくる。あれこれ覚醒無効解除した方がいいのかな。解除しないと倒せない。ちょっとまあもう怖いからもう使おう。もう怖い怖い怖い、ほんと怖い怖い。いや負けたくないこれ、せっかくここまで来たのに。いやただちょっとこれ盤面火めっちゃ多いな多分。ちょっとなるべく繋がらないように努力はするけど、こいつ繋がってんだよね。で回復組んで、いやーもう組めてるかどうか分かんねえや。あオッケーオッケーオッケー。さあやっとだ、やっとボスだ。すげえ爆発処理よ。さあお前がね何をしてくるかなんだよ。ちょっとね覚醒無効とか消せないわしばらく。お前す、え
何それ。いやもう分からん、分からんすぎる。ちょっと待って、分からんすぎるんだけど。いやでも多分これはあと2体以内に半分しないと多分殺されるな、これ。そういうことでしょ。多分殺してくんじゃない、これ。あと2体以内にやんないと。なんだこの恐ろしいダンジョン。ああ、いけるいける。いや早いな、もう敵のコロタン変わったんだけど。え、ちょっと待って、4分の1か。いやー、これこのまま半分切ってしまっていいのだろうか。まあでも切らないとすまねえもんな。ちょ、覚醒向こうやめてね。覚醒向こうとか消せないしてこないで、頼むから。半減 1.5 倍だけか。いや、だけだけどさ、ちょっと待ってね。さっき非属性の状態でどれぐらい削ったっけ。割と本気コンボで。うわ、これ、え、どうする、これ攻めに行くべきかな。なんかいけそうな気もするんだけど。いや、やめた方がいいのかこれ。いや、わかんねえこいつ。いや、もう攻めるか、もういいや。これ倒しとこねてももう知らねえ。いや、一旦攻めよう。うん、それで負けたらしょうがねえわ。いや待てよ、無効貫通組もう。無効貫通組んだ方が軽く出そうな気がする。いやー、倒してほしいな。まあ倒せなくてもちょっとあの変なライン行かなきゃいいや。あ、倒せない。ああ。いやさあ戻ってきましたけど、ちょっと待って、このダンジョンマジでむずい。いや、恐ろしいぐらい難しいな、ほんと。で、ちょっとね、パーティーね、大幅に変えてきました。マグニート2体にイルミナ入れました。で、アシストがね、イルミナが、パネラで、ニート1体目が、ストレンジで、2体目が、ドーナで、ソフィーが、デッドプールですね。でもちなみにね、もうサブ全員サブ全員ダメージ上限解放つけてると、もうガチの脳筋パです。はい、いや、そうでもしないとこのダンジョンマジで勝てない、本当に。ただこれで勝てるかも正直わかんないけどね。いや、ボスがね、意外と凶悪なことに気づいたわ。いや、なんか今までにないテイストのダンジョンだよね、本当に。さあ、ここは大丈夫か。多分ね、このパーティーやったらね、おそらく半分切ったら普通に倒せると
まあ思うんですけどね、どうなんだろう。ちょっと火若干残したいけど分割がむずすぎる。とりあえず半分いきました。さあこっからですよ。いやーこれ倒せるかな。まあさすがに、だってパーティー全員あれだからね、サブのメンバー全員ねあれ持ってるわけだから、ちょっとさすがにここで倒してもらわないと。さあちょっとできる限りパズル頑張ってやります。ちょっと待ってよ、どこで向こう側につくの。やべ、ちょっとなんかよくわかんないパズルになったけど、いやいけんじゃないこれ。オッケー。いやむずっ、何このダンジョン、何これ。いや普通に難しくてびっくりなんだけど。はい、というわけでまあなんとかね、なんとか勝てました。いやきっついダンジョンでした本当に。なんか最初ね、まずあのなんだろう、結構露骨な変身場潰しが来てからの、そういろんなギミックもりもりでさ、いや結構むずかったよ。うん、いやもう僕は正直このダンジョン周回したくないっす。はい。